見た目以上にポンコツ浅田ちゃんでございます。はい、今回もですね、前回に引き続きですね、スタジオの方からお送りしたいと思いますが、今日ご紹介するのはね、スタジオじゃまずい、いやいやいや、暑くて暑くて表出られないよ、本当、大変なんでね、スタジオからお願いしたいと思います。はい、今日皆様方にね、ご紹介したいのはですね、はい、ウェーバー製の、はい、エアーバッグ、はい、座布団とかね、フラットタイプとか、まあ、いろいろ言い方あると思うんですが、まあ、今まではねちょっとこういったものを関心っていうのが低くて、大型レッカー車なんかもね、標準装備してるのなかったですが、まあ、城南ではねこれから出てくる車についてはね、お客様にお願いをして、せっかくエアコンプレッサー積んでるんだから、このようなねエアマットを標準装備的にね、積まれた方がいいんじゃないかなと思いまして、ご紹介させていただきたいと思います。このエアーマットの座布団タイプ、高さが2センチ5ミリしかない、はい、25ミリ薄さですからね、大型が横転したアルミの下へ、ベルトを入れたいけど入らないっていうような時にね、ちょっとね隙間あれば、本当30ミリあればスーッと入れていただいて、膨らましていただくとですね、布ベルトがスッと入ってね、起こし作業が非常に早いとか、また脱輪した時にねちょっと上げるでもね、角材買ってって、その上にエアマット2枚ぐらい入れていただくとね、ビュッと上がります。はい、まずねエアバッグっていうのは空気を入れて膨らみます。風船です。爆発する恐れあります。だから十分にね作業する際にこれ守ってくださいね。このようなね安全のしおりついてきます。必ず見てからお願いしたいと思います。いいですね。で、保護眼鏡とかね、ヘルメット、保護手袋、こういったものをねきちっとつけて、つけた上で、現場で作業していただかないと困りますが、今スタジオでございますのでね、今日は私何もつけておりません。はい、それではね実際にちょっとね、やってみたいと思いますがね、はい、ウェーバー社製のですね、この座布団タイプのですねエアマット、これについてはですね、約12種類ぐらいあるんですよね。しかしながらね、私どもはね、レッカー会社さんに必要だな、これがあった方がいいなというサイズを、まあ、大体決めてます。これというのはですね、これがですね、55mm、ごめんなさい、55センチね、はい、55センチ ×55 センチのこのタイプと、はい、この上にですね、61センチ ×61 センチというのがございます。はい、そのね2タイプが一番使いいかなと思ってますが、特にねこの55センチタイプ、これをね、ご紹介させていただいております。はい、このね重さ自体はだいたい 7.4 キロで、現場で、ね、簡単に持っていきます。軽いです。 7.4 キロしかありませんし、はい、まあ、圧力的にはですね、まあ、8トン、あ、ごめんなさいね、上げる能力としてはね8トン100ぐらいかなと見ております。まあ、61センチタイプはね11トン900上げますが、実際そこまでいったら終わりじゃないんですね。最大っていうのはもっと上にありましてね、このタイプで 26.4 トンまで上げる、持ちます。まあ、そこまで使っちゃうと困るんですが、限界ですからね。はい、その時はね約280リッターの空気が全部この中に入るということですね。それだから圧力が上がってるわけですね。はい、じゃあ実際ね膨らましてみたいと思います。はい、これをですね動かすためにはですね、もう当然コンプレッサーと、その先にです、その後にですね、このような、これはですねハンド型ダブルコントロールバルブっていうんですよ。これよく見てください。赤色、ホースも赤、青ってありますね。で、逆を返すと青いコントロールということですね。非常に使い勝手がいいっていうのはね、これシングルタイプもあります。シングルはね1本ですから、もうそれを押したらそれいきますけど、まあ、ダブルの場合はね、こう2つ、例えば平均を取っているような場合はね、青、まあ、エアを入れて、赤を入れて、間違わないようにね、ちょっとね、そういう行き違いがあってはいけないということで、色分けされておりまして、非常に使いやすい。まあ、この他にね、ダブルデッドマンコントロールという、ちょっと大きめになります。それはですね、レバーになりましてね、調整はしやすいんですが、逆に扱いぐらい大きくなりまして、現場でね、パパッと出して、さっとやって、ちょっと収納するにはね、こちらの方がいいかなと思いまして、私どもで、こちらを標準型の取り扱いとさせていただいております。まあ、部品にあってはね、ここに全部別々にお買い上げいただくということになりますがね、まあ、私どもに言っていただければセットいたしますので、これが安全バルブでございます。
あのエアバッグね入れました。で、例えばコンプレッサーのホースを抜きたいときにはね、これでロックしていただきますとね、はい、止まります。またね大きな圧力がかかったときここから、圧力がボッと脱げるようになってますからね、はい、でこれねマットにちょっと装着してみたいと思います。キャップは付いていただきまして、このように入れますが、これねちょっとだけこうちょっと見えますかね、ここちょっと引いていただくとスポッと入ります。ロックしていってます。一度引いてくださいね。しっかりしてるか確認してください。まあ、せっかくこちらにもありますが、こちらにもちょっとつけてみたいと思います。はい、ちょっとねこれ引いていただいて、でこれをグッと押してもらって収めて必ず引いてください。はい、 OK ですね。はいはい、それではね、あの黄色の方にはですね、リデューサー、要するにコンプレッサーからですね、エアを、はい、これ、まあね、コンプレッサー2階にないんで、下から引っ張ってきてます。ずっと長いところね。はい、実際これ入れてみますがね、これもですね、これちょっと細かいところなんだけどね、ここに溝があるんです。ここにちょこっとした、これ。ここだといかないんです。ここだけいきます。ここね、ちょっとね、あの焦ってやると場所がわからないです。ここへかけていただいて、これ入れていただくと。で、戻していただく。グッと。OK ですね。はい。先ほど紹介しましたカラーホースにはですね、赤、青、黄色、灰色と4色ございますが、私どもね、ダブルコントロールバルブとセットするのは、まあ、赤と青がよろしいんじゃないかと思います。色がですねそのようにもう出ておりますので、ね、非常に使いやすいと思いますので、はい、はい、じゃあね、まず青色をね1本つないでみたいと思います。はい、先ほど言いましたね、引いて入れてロックして引いてみる。はい、はい、青ですからね、青いホースですから青色へ行きたいと思います。ちょっと引いていただいて、これ押し込んでいただきます。離していただいて引いてみます。はい、 OK です。はい、赤色も同じようにですねセットさせていただきたいと思います。はい、セット完了でございます。すいませんね、エアを送ってみていただけますか。はい、ここでですねエアを送る前にですね、必ずこれ抜けないかどうかのチェックしてくださいね。これスポーンと取るとエアが入った瞬間ポーンと飛んだらいけません。それとですね、このロックバルブ必ず開放まっすぐの状態ね、こちらにしてください。エアいきませんよ。はいはい、じゃあそれでね入れたいと思います。はい、こちら今赤入ってます。赤はね、メーターの周りが赤になっております。はいはい、じゃあね、実際にエアを送ってみたいと思いますが、この 25mm の厚さからですね、170mm、17センチ上がるようになります。はい、行きます。ゆっくり今送ってます。今ね、撮影していただいてるんで、ゆっくり送ってます。はい、すごい本当は早いんですよ。はい、ゆっくりね。はい、黒い方のボタンを押していただきますと上がっていきます。はい、上がっていきます。はい、上がってきます。はいはい、これでですね17センチあると思われます。ちょっと見てみますね。170、まあ、180くらいありますが170ということになります。これが、一番上がった時の高さでございます。はい、まあフロント大型のフロントが8トン100ですからね、定格で8トン100あれば十分です。まあ、最大先ほど見ましたね 26.4 トンまで持ちますのでね、ギリギリの力というわけじゃないんですよね。定格取れる力と今まではね、これが丸く上がってきたんです。だから安定が悪くてですね、重ねていくと危ないとかそういうことございましたけど、今回のね、このウェーバー製の、ね、フラットマットについてはですね、はい、このように平らに上がる、はい、それとこのエンボス、これが滑りにくいということになっておりますと言いながらですね、これを実際お使いいただくときにはですね、まあ、舗装路であっても、ね、下にですね、まあ、ゴム板、とかね、まあ、ちょっと絨毯の切れっぱしみたいなのねとかね、ベニヤ板とかそういったものをねちょっと一緒にお持ちになって敷いていただかないと、あくまでもゴムですから、ここポンと切ったらこれ終わりです。ね、非常に高価なものですからね、気をつけて使っていただかないといけないし、またこういう間で手を入れておきますと非常に危ないんでね、このようなですね、はい、持つね、このものついてますからね、これで、ね、位置調整をねしていただくと手を挟むようなことがないと思いますのでね、そのようにお願いしたいと思います。はい、それでですね、あとはね、
このコンプレッサーね、このホースを外したいと、ちょっと置きたいと、これ邪魔だという時にはですね、当然これストップバルブでございますからね、はい、これをね、切っていただきます。はい、ロックしていただいて、これを抜いていただきますと、はいはい、保持されております。しかしながらこれ保持がいるからということでね、これ2つちょっと抜きましょうね。はい、しかしながらね、保持してるからということでね、はい、この状態で潜って作業は絶対にいけませんよ。はい、角材等ね、またはね、受け材等をつけていただいてですね、これでない安全の確保の方向を取ってから、潜っている作業をしていただくので、これはあくまでジャッキと同じで上上げるだけでございますのでね、はい、それで例えば人命救助とかそういうものに使うものじゃありませんのでね、私ども販売しているのはあくまでもロードサービス、レッカーサービスの中で車両に対して、上げたり下げたりということですからね、十分ね、使い方間違わないようお願いしたいと思います。タイちゃん、分かった？分からない、実際見たい、そういう顔してる。ちょっとね、今日も暑いのよね。でもね、ちょっと頑張って、じゃあ実際上げてみようか。これだけじゃね、ちょっとご理解できない方もおいでになると思います。まあ、せっかくですね、この2階まで全部上げてきましたけど、タイちゃん手伝ってくれる？これ全部下に下げますよ。はい。じゃあね、暑いですけど、表の方行きましてです。皆様方にね、ちょっとね、実際の、使い方、ご紹介したいと思います。はい、外へ出てまいりました。非常に暑いです。ちょっとね、格好がありまして、ヘルメット、保護メガネ、手袋とね、ご持参くださいね。はい、大型今呼んであれば入ってきましたですね。はい、この車はですね、城南からちょっと今お借りしますけど、1140、フロント軸重8トン近くありますよね。はい、これで実際にね、上げてみたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらお願いします。お願いします。はい、はい、1140、はい、到着いたしましたね。はい、このフロントをちょっとね、上げて実際にやってみたいと思います。はい、実際にですね、これを使ってですね、上げてみたいと思うんですがね、皆様方にあってもですね、このようなね、ゴム、ちょっとしたね、保護用のゴムをね、引いたり、また段ボール等でもいいですからね、路面のこの凹凸拾わないように直接ね、何かお持ちになった方がいいかと思います。はい、このようにですね、ちょっと今セットしてみました。はい、実際の作業の時にはですね、ちょっとね、離れてね、作業していただきたいと思います。はい、まあ、コントロールね、ちょっとやるには、この保護テーブルをね、ちょっとね、やるには右手だけ外させていただきます。はい、ちょっとね、このぐらい離れたところからやりますが、この車のフロントは約8トンでございますので、片が4トン4トンということでございます。はい、実際ね、ちょっと送ってみたいと思います。まずね、じゃあ左側ね、そちらにカメラ行きましたから、左側上げてみたいと思います。はい、これで約ですね、17センチ上がってると思います。まあ今4トン4トンですからね、まあ簡単に上がっちゃいますけどね、抜くときにですね、もうロックね、しておりますけど、ロックレバーがありますけど、そこのロックレバーを入れてホースを抜いてね、急激にブンって抜くのはね、やめてほしいんですよね。こちらの方からですね、赤ボタンを押しますと下がりますので、こう調整しながらですね、圧力がかかっている時はゆっくりと抜いていただきたいと思います。圧力がね、かからなくなったら、コックでね、ドーンとエア抜いてもいいと思いますけど、はい、はい、このエアマットはですね、3段まで積んで、使用することができますね。まあ、1つの高さは17センチということで、3段積みはそれなりに上がりますけど、安定は悪くなりますよね、高くなって。はい、実際ね、8トンあるフロントをちょっと持ち上げてみたいと思いますが、今回は2枚セットさせていただきましたので、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、じゃあ実際にですね、上げてみたいと思います。はい、上がりますよ。はい、タイヤが浮いてると思いますけど、いかがでしょうかね。ちょっと下回りでね、ちょっと見にくいところでごめんなさいね。はい、もうちょっといけますね。はい、はい、このくらいどうでしょうか。
はい、左右のね、タイヤちょっと見せてあげてください。浮いてますね、完全にね。ハットあるのもね、全然浮いておりますので、はい、このようにね、上にですね、スリッパ一つ買っておりますがね、あそこにバタ角等を入れてね、きっちりとね、高さ調整してから上げた方が有効の高さが非常に高く取れると思います。はい、いかがだったでしょうか、今日のサダチャンネルは。はい、今日はですね、ウェーバー社製のですね、はい、エアバッグをご紹介いたしましたが、このバッグはですね、救助用とかそういったものとは違います。はい、あくまでもね、レッカー作業用のみでございますので、ね、十分注意していただいて、私どもの販売もですね、レッカー会社さんとロードサービス会社さんにね、限っての販売となりますが、まあ、大型、中型、大型ですね、コンプレッサーをお持ちのような車にあってはね、1、2枚、積まれてた方が現場復旧が非常にですね、スムーズにいくんじゃないかと思いまして、ご紹介させていただきましたので、城南ホールディングスの方にですね、価格または、ね、納期等はお問い合わせいただければと思います。またお会いしたいと思います。ありがとうございました。さようなら。